So. それなりにね。だって近くで何回もやったってお客さんも飽きて来なくなっちゃうからね。遠くの人なら新鮮でしょ。やっぱり商売。そうでしょ。我々みたいな売れないバンドはね、とにかくどこにでも行って稼がないととても音楽活動なんてやってられんのですわ。今日バン。君も大変だね。ヤギさんからこんな仕事を頼まれて、いくらもらってるか知らないけど、よほどの額じゃないと割に合わないよ。2日間も引っ張り回されてさ。確かにそうだな。あ、でももしかしたらさ、これ映画の再現じゃないか。いや、話しててふと思い出したんだけどさ、今の君の境遇に似たストーリーの映画があるんだよ。15だか16だかの子供が有名な音楽雑誌の記者に採用されてロックバンドのツアーに同行するっていうお話なんだけど、知ってる？撮った監督自身の実体験を元にした映画なんだ。半分実話なんだよ。だからもしかしたら八木さんはあれをやってみたかったんじゃないかな。割とそういうね。おそうだとも。賞を取ったんだって。八木さんは絶賛してたよ。ロックの精神にあふれた作品だったって。才能のある天才少年だとも言ってたな。そうか。まあそうだよな。一応メジャーで活動してたこともあるんだけどね。普通は知らないよな。そうしたらなかなか評判がよくってね。上京して3年目にメジャーデビューすることになった。当時俺と花井はまだ18とか19だったんじゃないかな。運が、何度か対バンしたことがあるくらいで、そこまで親しいわけじゃなかった。でも俺たちは一方的に向こうのことをよく知ってたよ。だってあのスタージェネレーションの八木原だよ。誰だって知ってるに決まってる。どこにも所属しないでフラフラしてる時に八木さんの方から連絡があったんだよ。うちで出さないかって。親しくなったのはそれからかな。
いや、あんな売れた人たちとは違うよ。そりゃメジャーからいい。他のことができればそのことをやった方がもっと楽に暮らせるんだろうけどね。俺なんかはもうこれしか。才能、まあ、ああない。それは気がつかなかったな。でももしかしたらそうかもしれない。ああ、あいつと結局。そうか。プロって言ってもね、ろくなもんじゃないよ。ステージでライトを浴びているとすごいように見えるけど、稼ぎなんてカツカツで、普通に働いてる同級生たちよりずっと貧乏だし、この先だってやってれば。それは幸福だと思う。恵まれていると思う。でもやっているうちにいろいろと分からなくなったな。対馬君は今人の心を揺り動かしてと言ったけれど、俺はどうも懐疑的でね。本当に音楽が純粋に人の心を揺り動かすことなんかあるのだろうか。俺はね、世の中には本当はすごい音楽なんかないのかなって思い始めているんだ。年を取ったけれど昔よりもパワフルで、何も悪いところなんか見つからない。むしろ良くなってると思う。でも俺はよく映画とかフィクションでは無名の天才ミュージシャンが演奏して通行人が涙を流すなんて演出があるけど、そんな光景を現実に見たことがあるかい？誰が褒めているのか、誰が演奏しているか、どれだけ売れてるか、そんなことを何も知らないでただ曲を聴いて、それだけで涙を流すことなんかあると思うかい？俺たちのライブでもたまに泣いてるやつがいる。昔路上ライブをしてた時、いくら演奏しても誰も涙なんか流してくれなかった。今なんかただの仕事だよ、仕事。そうか、そうじゃない、ねえ、つ。
私は平気だよ。ああ、本当？助かるよ。じゃあそこのやつ一つ持ってくれる？スネアだ。ぶつけないよう気をつけてくれよ。すまないね。偽のドラムセットを借りればこんな面倒な作業いらないんだが、俺はどうも苦手でね。お、手伝ってくれてるのか。感心感心。じゃあ君にもこれ。よし、じゃあ一旦ここに荷物を集めるか。少し曇って雨が降りそうだしな。それは物販用のグッズだよ。CD とか T シャツとかが入ってるんだ。これがバンドの大事な収入源になるんだよ。じゃあ店内に運び込もう。ありがとう。あとは取材をしてていいよ。残りは俺がやるから。すぐリハが始まるからそれを見るといい。今日は逆リハでうちらが鳥だからね。待ち時間がないと助かる。